はい、こんな感じで煮詰まってきました。味もバッチリですね。はい、これで完成とします。お疲れ様です。作太郎です。今日も野外で西洋料理作っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、フランスグンメスキットでフランス料理のシリーズです。今日はフランス風肉じゃがいきますね。フランス風肉じゃがって言いますとですね、アルザス、ドイツとの国境のあたりにある、アルザス地方っていうところに、白ワインでね、肉とじゃがいもと玉ねぎを煮込むっていう、いわゆるフランス風肉じゃががあるんですけど、今日やるのは、ね、そういうんじゃなくてね、こういう料理があるのか分かんないんですけれども、玉ねぎ、人参、じゃがいも、豚肉ですね、これを、赤ワインで仕上げていこうと思います。ちょっと濃厚系の赤ワイン煮的な、肉じゃがを作っていこうと思いますね。はい。日本のね、肉じゃがと同じ作り方ですね。ちょっとか、あの違うのはですね、日本はね、酒、みりん、醤油、砂糖を入れて、これに落とし蓋して煮つけていくって感じですよね。それで出来上がりなんですけど、今日やろうとしているものはですね、同じですね。使うものはほとんど同じです。初めにんにく使うんですけど、普通の日本の肉じゃが、にんにくは使わないんですけど、今日はちょっとこれもう入れてみたいと思います。ちょっとこれはお好みでやってますね、私の。で、玉ねぎですね。新玉ねぎ出ましたね。柔らかいです。柔らかいんでね、ちょっと2個くらい使っちゃおうかななんて思ってますね。それと人参大きめカット、じゃがいもですね。じゃがいももちょっと大きめカットですね。じゃがいも、柔らかい、メイクインとかね、なんだっけ、メイクインとか、なんか柔らかいじゃがいもありますよね。北あかりとか、そういうんですね。そういうのでやればね、柔らかくなるんですけど、今日は結構煮込むんでね、パワーのある、男爵でいきますね。はい。で、豚肉、豚肩ロース、これ250g くらいですかね。これもちょっと厚めにして、ちょっと煮込んでいこうと思いますね。で、炒めまして、すべてを炒めまして、赤ワイン、ちょっととろみをつけるんで、その時に粉も入れますね。バターとで炒めて、で、赤ワインですね。赤ワインで、煮込みます。浸るくらいはですね。はい。そこに、あとデミグラスソースもね、ちょっと入れちゃいますね。これは、ハヤシライスの時に使ったと同じですね。ハインツのちょっとお高い特選デミグラスソース、300円くらいです。一番高いやつでしたね。ちょっと奮発して買いました。で、全てを入れて、煮込んでいくという感じですね。はい。豚が柔らかくなる前に、芋がね、やっぱ火が入って柔らかくなっちゃうんで、いい感じになったら芋だけ出していこうと思います。これ北あかりとかでやるとすぐね、煮崩れちゃったりして、特に焚き火だとね、強火でやると、いつの間にか煮崩れてたっていう、危険性がありますんでね、今日は男爵にしてみました。それでは作っていきたいと思います。はい、では作っていきます。ここに、全てカットして、入れていきますね。まずニンニクです。ニンニク大胆カットでいきますね。半分くらいですかね。半分くらいを半分に切って置いていきます。で、玉ねぎですね。また下を落としていきます。新玉ねぎはね、剥きやすいですね。はい。白いです。2個目です。人参ですね。半分くらいですかね。この大胆カットで。はい、こんな大胆カットでいいですね。あ、これもカットしなきゃいけないね。
4分の1くらいでしょうか。玉ねぎ多すぎるかなと思うんですけどね、これ結構しんなりしてね、縮んでしまいますんでね、こんくらいでもいいと思います。はい、じゃあじゃがいもですね、じゃがいも2個皮むきます。これも半分ですね。よいしょ。あとは、豚肩ロースです。1センチじゃ大きすぎるかなって感じなんで、5ミリくらいでしょうかね。こんな感じかな。はい、このくらいのカットにしましたね。5ミリくらいでしょうかね。はい、はい、じゃあ作っていきますね。まず、塩コショウしますね。お決まりの塩コショウ、強めでいいですね。強めでいいです。反対にしてさらに塩コショウ、はい、じゃあ作っていきます。はい、まずバターですね。はい、バターを軽く溶かし込んで。はい、じゃあ作っていきますね。バター溶かし込んで、まずニンニク、ちょっとね、具がたくさんなんでね、一気に乗せるとね、炒めれないのでね、ニンニクと玉ねぎだけ炒めてしんなりさせます。きっとそんなに大きくないんでね、はい、よし、ニンニクと玉ねぎ入りました。ここから炒めていきます。やっぱり塩しますね。塩で水を呼びます。汗をかかせます。はい、結構じっくり玉ねぎ、ニンニク炒まりましたね。そしたら、塩コショウした豚肉入れますね。本当はこれ一気に入れてね、大きい鍋だったりフライパンだったりすれば一気にね炒めればいいんですけど、まあ、メスキット小さいんでね、徐々に入れて行くっていう感じですね。一気にね混ぜれないのでね。はい、これで豚肉もちょっと炒めて、表面のタンパク質を、固まらせますね。煮込みの基本です。この際にちょっと粉しといてますかね。はい、赤ワインで煮込むときにちょっととろみが欲しいんでね、その時のために粉を振りします。強力粉ですね。強力粉サラサラしててね、扱いやすいんだね。まあ、デミグラスソースを入れるので、ね、煮詰まればこれ入れなくてもとろみはつくとは思うんですけど、一応やっておきます。はい、炒めていきます。はい、豚肉の表面がだいたい焼き固まりましたね。はい、そしたら残りの野菜も入れていきます。灰がねちょっと飛んでね、黒いものがあるんですけど構わないですね。
かい山盛りになりましたね。ここからちょっと頑張って炒めます。スプーンなんか使ってね、まあ、軽くでいいですね。ここまでくればね、玉ねぎも十分炒まってますし、豚肉の表面もね、白く、膜が張ってますのでね、はい、はい、全体に入ったらね、もう一度塩しますね。下味つけておきます。胡椒もします。まあざっと芋もね、芋と人参入れてささっと炒めました。はい、今塩コショウもしましたね。はい、そしたら、赤ワイン入れていきますね。相変わらず焚き火のそばに置いて、16度くらいにしてお置いたワインですけどね、これ入れますね。ひたひたですね。まあ、デミグラスソースも入るんでね、そこも考慮していきます。では相変わらず飲んだりしますね。はい、いただきます。あったかくなってますね。あったかくというかいい温度になってます、相変わらず。はい、これはフランスの、ジワインですね。メルローという種類のブドウで作ったジワインですね。デイリーワインです。はい、美味しいです。はい、そしたらデミグラスソースですね、軽く入れていきます。様子を見ながらですね。わあ、落ちちゃいました。落ちちゃった。まだね、この段階では混ぜなくてもいいのでね、徐々に混ざってきますんでね。3分の1くらい入れて様子見ておきます。じゃあここから煮込んでいきますね。はい、ちょっとまだ蓋しないで、最初蓋開けたまま一煮立てして、具材をね混ぜてから、落ち着かせてから蓋をして煮込んでいきます。はい、ちょっと立ってグツグツいってきましたね。そしたら混ぜていきますね。ちょっとざっと、てんこ盛りですよ。よし、ざっと混ざりましたね。で、この段階から煮込んでいきます。45分くらいでしょうかね。ちょっと様子を見つつ、やって、煮込んでいきます。なんかビーフシチューみたいですね、やっぱりね。はい、じゃあここで、蓋していきますね。これしっかりこうやってはまる蓋じゃないのでね、ちょっと空間を空けつつ、はい、これでじっくり煮込んでおきます。はい、15分は20分ぐらいですね、経ってこの感じになってますね。こんな感じです。煮えやすいじゃがいもを上に乗せて、ね、肉は下に押し合ってあります。まだちょっとね、芋硬いですね。はい、さらに煮込んでいきます。はい、30分ぐらい煮込みましたね、ことことね。はい、じゃがいもの様子を見てみますね。はい、いい感じに煮えてますね。すんなり火が入りますね。これ男爵だから結構パワーがあってね、煮込むに30分ぐらいかかりましたけど、これで一度ね、芋だけ出しておきますね。人参はちょっとまだ大丈夫ですね。人参もこのまま肉と一緒に煮込んで大丈夫そうです。ですから、一度じゃがいもだけ出しておきますね。まあ、肉寿司で食べるという方法もあるんですけど、まあ、今日はとりあえずこれで火入って柔らかくなったので一応出しておいて、
はい、あとはこれで煮込んでいくという感じですね。はい、必要であればここにまた赤ワインを足していくという感じでもいいですね。ちょっと赤ワイン足しますからね。ああ、いい感じですね。ビーフシチューみたいな。はい、足しました。今30分なのであと15分くらいちょっと煮込んで様子見たいと思います。肉のあの柔らかさをね。うん、まあこれも十分柔らかくなってきてますけど、もう少し煮込みたいって感じです。はい、煮込み始めてからね、あのそのフランス肉じゃが45分くらい経ちましたね。こんな感じになりましたね。はい、肉もね、だいたい柔らかくなって、人参もいい感じに柔らかくなりましたんでね。ちょっとここで、味を見てみますね。いろんな、炒めるときにね、塩とか胡椒してますんで、十分なベースは、塩のベースはあると思うんですけど、この段階で一回見てみます。うん。ああ、赤ワインのすごい、香りがすごいしますね。いい感じです。もうちょっと塩をしましょう。もうちょっと塩をしてみますね。はい、この段階で、味を決めますね。あと、そしたらもう、芋をもう一度入れて、5分くらい煮込んで終わりという感じしますね。胡椒もしまして。一回見てみますね。いい感じだと思います。はい。すでに煮えて、出してあるね、芋もね、再度入れますね。温めます。はい、ここから仕上げの段階にかかりますね。これで全体をざっくり混ぜて、ざっくり混ぜてね。はい、ポークシチューならぬ、あ、ビーフシチューならぬポークシチューみたいな感じになりましたけどね。イメージ通りな感じになってます。はい、ここからさらに、5分くらい、全体を混ぜ合わせて煮込んでいきたいと思います。はい、芋を投入してからですね、10分くらいですね、結局経ちましたね。はい、こんな感じで煮詰まってきました。味もバッチリですね。はい、これで完成とします。すべての具を混ぜて、赤ワインで煮込み始めて、だいたいなんかもたもたした時間もありますので、ね、1時間結局経ちましたね。最初45分くらいじゃないかって予想したんですけれども、まあだいたいいい感じになるまで1時間経ちましたね。はい、これで出来上がりとします。じゃあ、いただきますね。いい感じになりました。こんな感じです。はい、ほ、ちょっとソースを、まあ、やっぱ美味しいですね。これパン持ってくればよかったかな。まあでも芋がありますからね、いいですね。このマスタードね、ポメリマスタード、これがあったりしますんでね、これもかけて食べちゃいます。結構フランス料理にはね、このポメリーマスタード、粒もいいんですけど、この練ったやつ、これも全然 OK ですんでね、使っていきたいと思います。はい、といただきます。肉からいきますか。こんな感じです。うん、赤ワインの香りギンギンきますね。美味しいです。ご視聴ありがとうございました。フランス肉じゃがでございました。作太郎でした。また次回お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。